皆さん、アニュータアワード、アルバムランキング部門1位ワルキューレのワルキューレアタック、ありがとうございます。いや、たくさんの方がね、あのワルキューレを応援してくださって、はい、アニュータさんでも聞いてくださったおかげで、こうして賞を取ることができました、はい、ありがとうございます。せっかくあのワルキューレアタックがあの受賞させていただいたということで、ジュナちゃん、はい、お気に入りのワルキューレアタックの中でのワルキューレの楽曲は何ですか？うん、私が特に好きなのは、はい、ワルキューレアタックがやっぱり大好きです。ワルキューレアタックのワルキューレアタックが、はい、理由はすごいかっこよくて、はい、高いところまで2人で競り合ってる感じで歌ってるので、とても楽しく歌わせていただきました。みのりちゃんは？そうですね、私はあのルーンがピカッと光ったらのアルバムバージョンと、うん、あとは一度だけの恋なのとか、うん、あのワルキューレのライブで必ず盛り上がる楽曲がこのアルバムには入っているので、ぜひまだワルキューレのことあんまり知らないとか、うん、あのライブ行ったことないっていう方がいたら、はい、ぜひこのワルキューレアタックを聴いていただいて、はい、あのね、またライブとか、うん、いろんな場所に遊びに来ていただけたらなと思っております。はい、これからもワルキューレ、そしてアニュータさん、ワルキューレアタックも、他のワルキューレのアルバムも全部全部ぜひアニュータさんでいっぱい聴いていただけたらと思います、はい、ね、じゃあよろしくお願いします。お願いします、ありがとうございました。以上、ワルキューレのフレイヤビヨン役鈴木みのりと、三雲銀のメールの歌を担当しているジュンナでした。バイバーイ。